藤原の定家と実朝との関係は？この時代誰もが認める第一級の歌人、それが藤原の定家さん。そしてそんな定家に認められていたのが実朝さんです。京都にいる定家さんが大事にしていた国宝級の書物をわざわざ鎌倉の実朝に読ませてあげたくて送ってあげたりしていたこともあったよ。才能が才能を認めるみたいな関係で尊いですよね。詳しくはイチペディア本編の源実朝の会、文化栄える鎌倉時代、そして百人一首の会をどうぞ。